はい、久保です、えー。今日は1億円儲かる学生にはただのソフトウェア、グロービーというテーマでお話ししようと思います。えー、ネタになっているスライドは、えー、2013年にこういう本を出しました。まあ、その、えー、出版記念セミナーですね、を、えー、構造計画研究所というところで、えー、やって、まあ、その時の最初のライトニングトークで使ったのが、えー、このスライドです。まあ、それを少しモディファイして、えー、まあ録音しています。 で、えっ、ー、と、ライトニングトークは最初自己紹介から始まるんで、まあ、こういう人間ですと。えー、Facebook やってるけどめったに見ませんとか、えー、ホームページこちらですなんて話があります。はい。で、新しい数理最適化っていう本なんですけど、まあ、何が新しいかって話を説明していきます。で、えー、新しいことゼロっていうので、まあ、このタイトルが新しいと。数理最適化っていうのがちょびっとだけ新しい。まあ、あの、 実は数理最適化学会、マセマティカルオプテマイゼーションソサイエティっていうのが、実は昔、マセマティカルプログラミングソサイエティだった。で、名前を変えたんですね、2010年に。で、昔はマセマティカルプログラミング、数理計画って言ってたんですけど、えー、プログラミングっていうと、あの、コンピューターの行動確保と勘違いされがちなんで、みんなで投票して名前を変えました。ただし、この数理計画の方が古いんですね。 歴史的には古くて、プログラミングやってる連中が泥棒したっていう評判ですけど、まあ、は間違いやすいので、最適化に私は一票投じました。で、歴史的に言うと、1947年に、えー、ダンティック先生が、えー、プログラミングインリニアストラクチャー。で、これでプログラミング計画という、まあ、軍事用語なんですけどね、計画という名前を使いました。1948年に、このノベル賞を取ったクープマンズが、リニアプログラミング。 使い始めて、1949年にドーフマンがマスマティカルプログラミング、数理計画ってちゃんと言い出したのがこのぐらいの時です。で、新しいこと1と。で他のテキストとは違って、解放の中身なんて書いてなくて、使いこなすためのテクニックに絞って書いてます。例えば、えー、ピボット選択、有限収束性、海底単体法なんて一切書いてません。海、え、底、ー、してやるのは当たり前なんで、そんな説明はしていません。 代わりに、相対性、分子限定法、列生成、分子カット法で二次水理最適化。こういうのをきちんと解説しています。で、新しいこと2と、Python で解けると。で、これ最初の、あの、タイトルの案は、あの、この出版社の社長さん、小山社長、今、会長さんなんですけど、えー、原案は Python とグロービーでぐんぐん解けると。だったんですけど、さすがにやめてくれっていうので、新しい数理最適化になりました。 パイソンって何って、まあ当時はあまり知らない人もいたんですけど、今は非常に有名で、まあ、データサイエンティストの必須言語です。元ネタは、えモンティ・パイソン・フライング・サーカスなんだけど、まあ、非常に使いやすい言語です。で、まあ、あの、MIT の講義の表紙とかに、こういう漫画が載ってて、え、パイソンを使うと飛べんだよみたいなギャグで始まってます。で、インポートすれば何でもできるのがパイソンなので、グロビューをインポートすれば数理最適化。 で、制約最適化ソルバーもインポートすればできる。スケジューリング最適化もインポートすればできると。ただし、ソラは飛べません。で、新しいこと3と。今言ったように、いろんなソルバーを紹介しています。数理最適化はグロビー、制約最適化はスコープ、スケジューリング最適化はオプトスイークというのを紹介しています。でグロビーって何っていうと、この3人、グーさんとローズバーグさんとビックスビーさんが、 えー、作った会社です。これ作ったばっかした時の写真で、えー、猛烈に嬉しかったんで、みんな大爆笑しているという写真ですで。こう見ると、あの、ビクビさんとか小さく見えんですけど、あの、そんなことなくて、ロズバーグさん2メートルあるんで、まあ、この写真になってます。で、これ最近の落ち着いた写真です。で、なんでグロービーかっていうと、まあ、あの、混合整数最適化に対しては多分最速で、ま、あこれでダメだったら他のソルバーでも多分ダメだろうということで、まあ、安心して使えるということです。で、 えっと、もともとは、えっと、さっきのビクスピーさんが作ったのは、シープレックスも作ってます。今、IBM で売ってる。それを、まあ、作り直して、最近のこのマルチコアに対応して、長時間回しても壊れないように安定性を増したみたいなのがグロビーなので、あと、まあ、Python から、えっと、簡単に呼べるというので、非常に使いやすくなっています。スコープとは何かというと、え、なんだ、ソルバー e r f o ト Constraint o p t i m かな。 えーという能省略系で制約最適化に特化した、えー、ソルバーです。で、えー、作ったのは、これ日本製で、野野辺先生と茨城先生がお二人とも兄弟にいらっしゃる時に作りました。で、グロービーでダメなやつでもメタヒューリスティックス使ってるので、中、え、で、ー、答え出していきます。実務的には非常にいいんですけど、最適性の保証はありません。ヒューリスティックスで、ね。はい、こちら、野野辺先生と茨城先生です。えっ、ー、と、オフトスイックの方も、えー、作ってるのはこのお二人です。 で、えー、と時間割作成とか看護婦のスケジューリングの国際コンペなんかでえっ、ー、と1位じゃないんですけど、えー、非常に安定して2位とか3位とかで両方とも非常に難しい問題で普通の数理最適化では歯が立たないぐらい難しいのでも安定して好成績で1位になった連中というのはもうこの問題に特化して作ってるんですねこのスコープだけでいろんな問題に対してまあ1位と大差ないのが出せるというのが強みの解放ですあでこれ話したのが構造研究 計画研究所をお借りして、無料でお借りして、えー、お話したので、そこの宣伝も入っていて、丸井さんが使っているシフトマスターの中身はスコープですって話をしました。オプトスイークも同じ2人の作品で、タブーサーチというメタヒューリスティックスに基づくスケジューリングに特化した最適化ソルバー。数理最適化も非常に早くて大きいもので解けるんですけど、スケジューリングにはちょっと弱いですね。そこでこういう問題に特化したソルバーというのが開発されています。 で、二、えー、つとも、えー、Python のインターフェースで、えー、私が作ったんですけど、ソースを開示してます。で、まあ、両方とも上手にメタヒュリスティックスを作ってあるので、まあ、汎用なんですけど、割と高性能です。で、新しいこと4と。いろんな実用的かつ代表的な問題例、あの、インスタンスと専門家言うんですけど、で、比べてます。で、新、えー、しいこと5番目。で、二次水災的化。まあ、当時は新しかった。今はみんな入ってるんですけど、まあ、それを、えー、ちゃんと、えっ、ー、と、 説明してて入れてますで、えー、とこの本出したときに、a z o n のそのコメント欄で、えー、と会社の方が、えー、この本を買って実際まで解こうとしたら、ただじゃないじゃないか。っていうか、すごい高いんですね。多分200、一番安いやつでも200万以上する。で、ぶっ飛んじゃって怒ってたみたいなあったんで、えー、当然アカデミックフリーなんですけど、会社実際の問題を解こうと思うと非常に高いです。なぜかというと、 グロービーの最、あの、成功事例とか見たりすると、まあ1億円ってさっき書いてあるんだけど、1億円削減なんてのは当たり前です。1億ドルなんてのもザラにある。私のやったんではもう1日に2億ぐらい儲かっちゃってるのもある。まあそのぐらい強烈なソロバーなんですね。従って、まあ、ただじゃなくても儲かるでしょっていうので売ってるんですけど、ええー、まあ試すときにはちょっと辛い。200万は辛い。トライアル期間30日かなとかってあるんですけど、辛いんで、えー、オープンソースのソロバーというのがあります。パルプというのがあります。 で、えー、パルプは全然文法違うんですけど、えっ、ー、と、それがグロービーと同じ文法で動くようなものを私が作っておいておきました。マイパルプってやつです。Python の場合は pip install イ,イパルプってやると同じような感じでもちろん多少遅いんですけど、えー、これが試せ、試せますので、ぜひ試してみて使ってみてください。